死ぬまでにしたい100のこと。今日は待ちに待った高級レストラン行ってみたい。20歳で高級レストランは人生勝ち組。ということで今日来たのは日本一お金持ちが集まる大阪北新地。その近くにある高級イタリアン。増田の先輩が誘ってくださいました。席に着くと見たことない量の食器に、だし巻きみたいなおしぼりに遭遇。そして最初はシェフのご挨拶。だいぶ緊張しますね、こうされたら。いやいや、緊張してるのは間違いなく僕たち。岡山のコパドゥフロマージュの。メニュー名の長さに笑っちゃってたら早速シャンパンが到着。そのお味は？僕たち若造には完全に未知の世界。でも料理はさすがにレベチすぎました。ミラノ風ドリアで育まれた僕たちの舌は最高の食材たちで更新されました。服にこぼしちゃったのもご愛嬌。食後にデザートとコーヒーをたしなみ、恐怖のお会計。ランチ代は人生最高額を更新。太郎さん、岸本さん、ありがとうございました。